こんにちは。前回庭木手入れのタイムラプス動画をアップしたところ、内容の詳細を知りたいというリクエストがありましたので、金木犀の強剪定について手元カメラを交えて取り上げたいと思います。10月5日の時点で花が満開でしたので、1週間ほど待ってから手入れをいたしました。強剪定は太いところでバツバツ切るもんだと勘違いしている方が多いですが、木を征服したような気持ちでやる作業ではありません。木には大変ダメージですから、こんなに大きくしてしまって申し訳ないという後ろめたい気持ちでやるものです。私は仕事ですから仕方なくやりますが、今回の強剪定も今後の管理を楽にするために、骨格を作り直すための作業です。素人の方がむやみに強剪定に手を出すのはお勧めしません。まず剪定の計画を立てます。左サイドはこの辺りまで詰められそうですね。右サイドはこの辺くらいまでは詰められると思います。そのまま上行って、このぐらいの輪郭かもう少し下まで詰められると思います。東側の面がえぐれていてだいぶ格好が悪いですね。この辺りの輪郭になるかと思います。中の方を見てみましょう。前の人が切ったのか、お客様が自分で切ったのか、まずい切り方ですね。大きな忌み枝もたくさんありますね。これは内向枝。ここの交差枝も厳しいですね。右側を切るようだと思いますけども、右に行ってる枝を残して切るか、下まで切るかですね。この辺りもものすごい密集ですね。大きな忌み枝を抜いたら、それだけで相当透けてしまうのではないかと思います。それではまず左側の後ろからやっていきます。先ほどの細くて長い内向枝をまず抜きます。外に向いている小枝は残しましょうか。絡み合っていて引き抜けないので、周りを少しずつばらしていきます。これだけでちょっとした苗木になりそうな大きさの枝です。
サイドの部分がどの辺で形がつくか切ってみています。まずここで切ってみますか。この交差枝も何とかしなきゃいけません。枯れ枝を切ります。雑に切った枝が傷んでしまったものですね。これもですね、いい加減に切った枝はやはり中が傷んでいます。こんな切り方をしちゃダメですね。余計な仕事が増えるだけです。
Thank you.
Thank you.
長時間のご視聴ありがとうございました。